夢見るように生きていこうよ。きっと、きっと、できるよね。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。子ども地球サミット2011広報番組スタートいたしました。はい、子ども地球サミットエグゼクティブプロデューサーの澤と、プロデューサーの清水です。はい、今日も始まりましたね。はい、広報番組。始まりましたね。はい、私今ね、実はこの間 YouTube にカザフスタンの出張の様子をアップしたでしょ、はいはい、うんうん、そしたらカイナグ君の親戚だとか、カイナグ君っていうのはカザフスタンでドンブラを弾いている、ヨーロッパ大会で優勝した、うん、わずか15歳のそして昨年一昨年のもう16か一昨年だ、ね、本当だ、一昨年のサミット参加者なんですが、はい、うん、まあすごい民族楽器をね、うん、もう巧みに扱ってとは言わないですね不思議な表現失礼しました、はい、なんていうんだろうね、弾きこなして、あ、はい、そう、すごく難しそうよね、二弦ですよね、わかんない、二弦だって言ってた気がするんですか、ね、あ、本当、うん、2個がこう二弦、ちょっと間違えないね。でもだアジア大陸って意味で一緒だよ。違うの、ね、全然違うのね。はい。なんかね、その、カイナル君が、うん、YouTube にアップされてたっていうことで、その親戚の、日本に住む親戚の方がね、うん、びっくりして、こう、はい、言ってくれよと。そうそうそう、なんだ言ってくれよ。見てる人いるかしらね。ね、あの、映像は、カイナル君がご自宅で、あのお父様は有名なドンブラの奏者の方なんですけれども、うん、お父様と一緒に大学の教授、はい、なんですけれども、そのお父様と一緒に2人でセッションしている様子の動画があるんですけどもね、そこにね、なんと書き込んでくれたんだよね。そう、はい、おばさんに至る方かな、おばさん、うん、そう、ね、すごいね、うん、あ、そうね、ジャーナルだから、うん、妹さんだね、うん、うん、お母さんの妹さん、うんうんうん、はい、なんて書いてくれたかというと、うん、どこだろうあ、そう、偶然にこの動画を見つけてびっくりしましたって。で、カイナル君演奏すごいです、すごい立派です、すっかり有名人になったね、自慢の甥です、応援してます、また日本に遊びに来てねっていう風に書き込んでくださったので、なので、あの、私の子供地球サミットこっちの関係の方がですね、いろいろ書き込んだんだよね、うん、はい、私もね、ここでね、書き込んだんですよ。へー、はい、そしたらね、うん、その後少しこうやり取りもあったりとか、うんうん、であとは一昨年に来てくれた、うん、ダウエットは歌を歌う声楽家の子だよね、はい、彼もまた何かの大会で、あれサックスじゃないのだったっけ、本ちゃんは声楽で、サックスはあのより演出、何その、演奏 の, なんていうの、この表現の幅を広げるために必ず2つ目を専攻するんだって。すごいね、サックスはね、わずか1年しかやってないってよ、はい、すみのりさん、どうもお久しぶりです。はい、お久しぶりです。あ、なんかアイコンがどんどん変わっていくと本当に大変、うんうん、本当に、あ、鉄だねこれは、うん、そうですね、ユ、うん、ーストトゥデイ、はい、ですね、はい、はい、どうもこんばんは。ああ、そうか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 。どうもお久しぶりです、はい、本当に。アイコンがそうか。アイコンがね、はい、うん、そう、やっぱりね、うん、ね、気持ちも変えるという意味でね、アイコンもどん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 変わっていく方がいますからね。うん、相変わらず私変わらないんですけどね。変わらないね。トレードマークになってますからね。大きいね、顔。ちょっとね、はい、大きいですね。はい、まあ、子ども地球サミットのアイコンも大きく、そして大きく世界に羽ばたく感じと。はい、なんかこう一致するところがない気がするんだけどもね、はい、それちょっとひどくないですか、間の抜けたこの KS&WP のね、ねえ、ね、本当ですよ、はい、まあ分かりやすくていいと思うんだけどもね、はい、まあそうですね、うんうん、あ、音声と映像が途切れがちって韓国からかな、うん、頭ちょっとしばらく待ってくださいね、はい、はい、10分ぐらいは不安定なのかな、そうですね、うん、少しちょっと不安定ですね、うん、で、まあ、そんな YouTube の映像を本当に皆さん一回見ていただきたいなと思うんだけど、あとで URL を貼っ付けようか、はい、はい、ご案内しようかな、はい、ちょっとね、それね、カザフスタンの方もいろいろ見てくれて、その結局声楽家のダウレット、話が飛んでたね、うん、ダウレットのご両親もすごくね、うん、
タブレットのことを覚えてくれたことが嬉しくて、でお土産を買ってきてくれたこともすごく嬉しくて、今度はぜひぜひ自分のところにも来てくださいみたいな、はい、連絡をくださったんですよね。はい、なんかこういうのって言っていいのかな、宝石商のでお土産を買ってきてくれたこともすごく嬉しくて、今度は宝石商のなんか息子さんだとかって話をねちょっと聞きましたけども、ね、そうですね、やっぱりあれかな、国立音楽大学に通っている生徒さんでもこう格差がすごいのかな、うーん、じゃないかな、もうね、うん、その国自体がねそういった格差がちょっと激しいっていうのを聞いてるのでね、だから今回の救援物資も、うん、あのその被災地だけではなくて、うん、その恵まれない子どもたちとかそういったものの、うん、その子どもたちにもあげてくださいっていうユニセフのね、うん、強い要望があって、うん、そちらの方にもね、うん、ユニセフの方から、うん、あの救援物資が行くんですけどね、うん、あ、なんか日本に住んでるとちょっとそういったことが麻痺しちゃうのでね、うん、うん、やっぱり世界のことを本当に知っていくことが大事だなとは本当に思いましたね。うん、ユニセフといえば昨年ね、うん、ユニセフのカザフスタン、ユニセフカザフスタンかな、カザフスタン、はい、がなんと協賛してくださっているということ で、はいはい、ね、いや同時に入っていったなと思ってね、あ、うん、はい、すいません、いいえ、こちらなのでね、うん、向こうカザフスタンの方はね、国を挙げて本当に子ども地球サミットっていうのも、うん、このイベント自体にすごい興味を持ってくださっていてね、うん、でこのカザフスタン、まあ、来年再来年今年来年と、うんうん、ちょっと打ち合わせも兼ねて、うん、いろいろと話を進めていきたいなと思うんですけどね、はい、うん、でも、うん、こう夏はね、うん、プラス40度ぐらい、うん、で冬はマイナス40度、うん、気温の差が激しいところなんですがね、夏はプラス40度か、人は本当にあったかいところだっていうのをね、あのお聞きしてますのでね、うん、実際ね、カイナル君たちもね、うん、本当にあったかいっていうか優しい人たちですよね、うん、11月に来た、うん、ね、うん、ジェッキンさんとか皆さんね本当に優しい方でしたね。あ、私はねこうお国柄なのか、うん、その教育がしっかりしてるからなのか、うん、カザフスタンから来てくれた子どもたちってやけにしっかりしてるなと思いましたね、うん、若干だってピシッとピシッとしてるね、なんでシッとなのかシッとってピシッと、そうピシッとマガルさんとか来てるよ、本当、 ありがとうございます。あ、髪型、シミスピー髪型変わりましたなんてね。あ、本当？いや嘘です、私です。変わりました。変わりました。変わりました。はい。スーツの似合う髪型にしてほしいって言ってね。うん、そうです。はい、少しね来てもらったんでこの髪型なんですけどね。はい、はい、ね。またね、2、3日したら変わるかもしれませんが、ギーアンって言って。いや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 。うんうん、あんまり私ねこだわりないんですよ実は、うん、なのでね、これでしばらく伸びるのを待とうかなと、ええ、はい、思ってます、はい、まあでも本当に新規っていう髪型と、うん、どうした、鬼はもう関係ないな、まだ鬼だって2月象徴してるからかわいいじゃない、津山だってひな祭りですよ、ひな祭りです、津山3月のねお召し物に、まあ、今日はいいや、今日は OK、 行きますか、はい、あ、じゃあ馬散歩から行きましょうか、TM ちょっと、はい、じゃあこの、次の馬散歩の映像の中で先ほどの YouTube の映像の URL をつけときますので、はい、見てください、はい、はい、じゃあ、うん、はい、あ、どうした、いいですか、いや、タイムラインにね、タイムラインにね、はい、みんないろんな人は来てくださってるので、はい、ケンゾブロさんどうもこんばんは、うん、チョコレート食べ過ぎないでくださいね、はい、いっぱいもらいましたか、皆さんバレンタインデーでしたかね、子供、あれプレシャスワードの次翌日が翌々日かバレンタインデーでね、はい、多分皆さんね、はい、チョコレートだらけになってると思いますが、はい、鼻血と、はい、あとね血圧のをにちょっと気をつけながら皆さん食べてくださいね、はい、いや実はね人それぞれでね、うん、実は私たちその子供たちの配信の日ここでバックアップができなくて応援がサポートができなくて、うん、長野市の MU というところの会場 で、ね、一番長野県で一番大きい会場よね、はい、そこの会場でイベントの運営とか舞台関係の方 ね、 そうですね、仕事で行っていたんですけれども、ね、
氷の彫刻展っていう、うん、はい、氷で普通にもうそのままね彫刻もうね氷が溶けないようにってあの、まあ、その MM 部は、うん、冬の間はスケートリンクをな、はい、あの 水を張って半年ぐらいはスケートリンクよね、なんだかんだ、うん、そうですね、秋からもスケートリンクになって、そう長野オリンピックの時に、ね、会場になるぐらいなのでね、はい、そのスケートリンクの横で、はい、氷の彫刻展っていう彫刻がね、うん、飾ってあったんですが、うん、あ中は寒い寒いもう、うん、ガタブル？ガクブル？ガクブルですよ。壊れそうですけど大丈夫ですか？うん、で そこの、はい、お仕事の先にいる私常務にね、あ某常務に、うん、チョコね、うん、じゃあトリニティでですって言って渡したんだよね、うん、そしたら後で連絡かかってきて、うん、実はね本当に今年誰からももらえなくてね、それで唯一の一個だったんだよ嬉しかったなって本当ですか常務本当上も良かったです、はい、すいません はい、こんな私たちですいませんそうたまたまねその日お仕事ご一緒した人にはちょっと私たちもねそうですね、はい、お渡しできたんですよね、はい、お渡ししたんですけれども、はい、はい、そのこともありました、はい、ちなみに勘違いしないね、そこの施設の方じゃないよ、うんうん、ね、そうそうそうですね、はい、そうです、うん、はい、で、はい、みこちゃん、みこ1053、うん、久しぶりですね、元気ですか、さわさん、かわいい、もうおひな祭りですか、また作らなきゃって、よかった、どうしようかなと思ってたんですよ、うん、届かないなって心配してて、おかしいね、ひな祭りがまだ届かない、はい、でケンズブロさん、はい、食べ過ぎてもうニキビは出なくなりましたと、はい、そしてさらに俺も足りなくて困ってますとね、はい、ケンズブロさんね、はい、実はチョコレートが大好きで、サンドの飯よりチョコが好きみたいなね、はい、そんなことなんですね、握手握手、はいはい、それを、サワイEPもなんと、はい、限定されるんですかね、赤いパッケージのチョコレートが一番大好きでね、何ロッテのね、そう、はいはい、ね、はい、あれが一番いいと、あれは美味しいですね、はい、ですよね、あ、すみのりさん、はい、M 君来てないなって、 M 君って誰だろう、M トレインさんかな、昨日の、はい、ね、あ、本当だね、まだアイコン入ってきてないね、うん、ねえ、はい、はい、でラエンパイさんも髪型変わった、さっき言ったね、ごめんなさい、うん、うん、あれマガジュさんまたやってるね、真ん中の人特に頑張れ、何を見てるんだろうこれ鬼くんですよ、鬼くん、あ、この人ね、鬼くんたち、はいはいはい、ごめんなさいそうかそうかそうか、はい、マガジュさん、何どうしたの、久しぶりに来たと思ったらこう、うん、何ですかそのツイート、毒をこう吐く毒を吐く永井さんだし、あとねドリームアートさんもね結構毒を吐くんですけどね、あーですね、はい、あ、うん、そして、はい、エンジョイマ、はい、マイコ、うん、ミュージックさん、はい、どうも初めまして、こんばんは、うん、子ども地球サミットの広報番組やっております、あ、嬉しいですね、ありがとうございます、この子ども地球サミットは長野県で行われる、はい、行われる子どもたちのイベントなんですが、うんうん、毎年夏に世界中の子どもたちがこの長野県に集まって、はい、でエコをテーマに語りながらも、はい、さらにこう国境を越えて友達になって、はい、で、お互いの国を知り、そして、さらに交流を深めるといったイベントなんですね、その場を作っているのがこの子ども地球サミットなんですが、はい、なんと、昨年は、うん、カザフスタン、シンガポール、シンガポール、中国、エジプトから来てくれました、エジプトが心配だったよね、はい、そう、エジプトね、参加してくれた子どもたちは大丈夫だったんですけども、うん、そこにバックマンのことはなかったんですけども、うん、あれじゃないですか、もしかしたらトップに入ってるのかな、はい、うん、トッシーミュージックさん、ユーストさん、はじめましてこんばんは、うん、子ども地球サミットの広報番組やってます、はーい、はーい、あ、マグロさんチョコなかったんだもん、うん、どんまいあれ電車バトルで皆さんにお届けしたよね、そうですよ、はい、おかしいな、トップじゃないの、うん、そうですね、まあ届かなかった人も届いた人も、はい、みんな届かなかったんだよね、そうなんですね、はい、おかしいな、じゃあ ここで大人気コーナー、ちょっとチョコじゃないんですけど、はい、まあね、はい、受験シーズンということで、うん、私大きな絵馬のあるお寺に行ってまいりました、願掛けしてきますので、これを見た皆さんは何かいいことがあるかもしれない、もしくは受験に受かるかもしれない、はい、そんなことがあったらいいなと思ってます、うん、はい、思って行ったのは、なんとこの子ども地球サミットが行われている長野県を紹介するコーナーとして、はい、清水 P が、なんと128回目、8回目、うん、すごいすごいよ、かつてユーストトップのハイライトにも取り上げられ
そして なぜかその時はね、私がウソパ散歩じゃなかった、避難担当じゃなかったんですよね。ねえ、はい、なんでウパ散歩だったのかね。大人気コーナーだからですよ。まあ、じゃあ今年もなんか始まったって感じするよね、はい、もう。そうですね。はい、あ、そうか。そういう、あ、実はもう私すでにこう、うん、長野県の環境保全協会さん、うん、はい、協賛決まりました。ありがとうございます。おお、今年、はい、はい、決まりました。ありがとうございます。長野県の環境保全協会様。はい、それも後でまた詳しく説明していこう。そうですね。はい、毎年ね、長野、ね、この環境保全協会さんはね、はい、毎年協力してくださって、ね、応援してくれているんです。ありがたいですね。はい。はい。インスタに参戦。よし、じゃあそれでは、はい、第2コーナー、みんなも見てくれてることなんで、ちょっと行っちゃおうかな。はい。はい、それでは長野県の子ども地球サミットが行われる長野県のいいところを紹介するこのウパ散歩コーナー、はい、なんと128回目、はい、今日は、はい、皆さんのために、エマを撮ってまいりました、うん、それでは VTR、うん、受験生のため、 受験生と願掛けをされてる方、はい、もうね、願いを叶えたくてしょうがない方、はい、そんな人たちに、みんながこう何か叶えたいものを考えながらこの映像を見なさいと。そうです、長野県から、はい、祈りを込めてお届けします、はいはい、それでは VTR スタート。皆さんこんにちは。今日は伊那市の中泉寺というところに来ています。実はですね、ここ巨大な絵馬が飾られているということで来てみました。見てください、先日降った雪がまだまだしっかり残っています。そして小川が流れてますね。そちらいい音してます。水の中に入ってってみましょう。いろんな、神様にまつわるものが飾られています。そして立派なこの杉の木、門代わりになってますね。すごいです、自然ってすごい。それでは先に進んでみます。南美濃村では、おそらく20センチほど積もったんでしょうか。ただ、ここ最近天気が良かったため少し溶けて、このぐらいの量になってします。10センチぐらいかな。だいぶ減りました。そしてあちらの奥に見えるのが中泉寺の大堂ですね。すごい、ここは綺麗なちょっと雪景色になってます。もっと、山の方の頭の木の頭に雪が乗ったらもっともっと綺麗な風景が撮れたんじゃないでしょうか。今歩いてきた道です。着きました、羽広観音中泉寺、こちら登ります。この木造りの、建物というか門ですね。こういう色はなかなか珍しいんじゃないですかね。そして仁王像さん、そしてあちらには伊那市考古資料館というものがあります。先に進んでみると、こちら立派な本堂、松の木です。松の木が迎えてくれていますね。大きな寺だそうで、
なさってます。ここから見る眺めもかなりいいですね。あれから、この階段を登って境内の中に来てみました。そして大きな絵馬があるということで、こちらの方ですね、ちょっと見てみましょう。すごく広い、中禅寺、こちらですね。あんなにもっともっとすごく立派な杉の木が立ってます。そして受験生の皆さん、もしくは何か感覚したい皆さん、こちら大きな絵馬がありますすごい、見えますか、絵馬、あちらも絵馬、これも絵馬、すごい。絶対面白いと思います。あ、すごい。こちらですね、絵馬ばかり並べられてます。わかりません。しかし何かすごく立派そうなものですね。そしてこちらですね、境内を少し離れると、このようにいろんなものが建てられてますね。どうやら散歩コースにもなっているようで、道順が書いてありました。受験生の皆さん、そして願掛けをかけたい皆さん、ぜひこちらの方の絵馬を見ながら願掛けしてください。ここはちょっとゆっくり来る、べきところではないかなと思います。伊那市の中禅寺というところです。歴史ある建物、落ち着きますね。それでは皆さん、また来週 See you。はい、いかがでしたか。このね、長野県のいいところを紹介するこのコーナー、今回私すごくトークがうまかった気がするんですけど、皆さん聞いてました、聞いてくださいましたちゃんとね、聞いてた、ね、しかも始まってすぐに伊藤さん、これ音を忘れてない、大丈夫大丈夫BGM 入ってるよね、大丈夫だよね今回ねちょっとね饒舌に喋りすぎちゃっていつもよりね、はい、1分ほど長かったんですよね。だからね、多分ね、井戸さんがね、ちょっといろいろ考えて、うんうん、ここは見せ場だなとかって考えてくれたのかななんてね、ちょっと思ったんですけどね。あと教えていいじゃん切っちゃうの、はい、今からここに行きます、どうでしたか皆さんみたいな切っちゃうのなんか前のプロモーション映像とか意味ないじゃんそれやってみようよ今度、全然ありだと思うよ、意味ないよそれはい、では清水 P の今の軽快なトーク、トークって言わないのかな、そうですよ、軽快のナレーションを聞き逃した方は、久しぶりにこういい、無理しなくていいんだけども、アーカイブでそこ見てみてください、無理しなくてそこは飛ばしてもいい、早すぎて読めないと、あの、ね、今日は本当にね、はい、この皆さんの、受験もしくは願掛け、はい、もうね、願い事叶えたい人、もうそういう人たちにもう願いが届けっていうようなね、テーマをね取ってきましたね。すごい大きくて、はい、歴史ある建物だったんでね、すごい面白かったです、私は。今度ちょっとまたゆっくり行きたいと思います。はい
はいはい、でも実はね、なんで今回エマを狙ったかって、私なりにはあきっと KSC の子供たちかなと思ったんだけど、もちろんそれも願いはありますよ。あの、ね、はい、テストが、ね、近いんですよ。子供たち、あの、うん、キッズセッションクラブの子供たちのテストが近くて、うん、それも前より成績上がってくれと思ってね、私ね、はい、ちょっと願掛けに行ってきました。っていうのもなんと3月の、うん、3月の27日にそのキッズステーションクラブって私たちが、はい、運営する子どもたち歌って踊って演技できるパフォーマンスを育てる教室、うん、キッズステーションクラブ201時、はい、これのスプリングリサイタルをやるんですよね。そう、はい、そこで、はい、そのね、やっぱりね、うん、そこではちょっと頭が良くないとね、ちょっと困っちゃうなっていうところ ね、 困っちゃうのね。家族の影響を受けたんだよね。そうまあ、早く言っちゃえばね、本当にね、うん、先月の末なんですが、はい、うちの演出家の伊藤さんと、はい、舞台監督補佐の総出さんが、総出社長が、はい、カザフスタンにね、うん、出張に行ってきたんですが、うん、実はね、あの、今回のこの救援物資をね、もう自らの手で届けていきたいっていう思いもあって、はい、カザフスタンに急遽飛んだんですが、そこで救援物資のことを知らない方も今いるんだよね、きっとね。あ、そうですね、はい、実はですね、今年の、あの、去年の3月、はい、子ども地球サミット3カ国の一つの国のカザフスタン共和国の ね、うん、一つの村のダムが決壊して、はい、ダムが一つなくなってしまったんですね、その被害で。ダムが一つなくなったの、村が失礼しました、はい、村が一つなくなってしまっ て、 でそのために、はい、この子ども地球サミットに何かこうね、うん、救援物資をお願いできないかっていうことでお話がありまして、まあ、それもすごいよね、うん、日本って国にあったわけでもなくて、県にあったわけでもなくて、うん、村でもなくて、子ども地球サミットによ、そう、世界ってすごいね、本当もユニセフの方からっていうのかな、うん、他のプログレス、あの、まあ、団体さんの方からかな、団体さんの方からね、はい、でまたそこからね、あの、ユニセフに引き継がれたんですが、うん、そのユニセフのね、あの、はい、代表の方もね、ものすごくこの子ども地球サミットにがやってること、日本でやってることをすごくこう共感してくださって、うん、で、テーマもいいということで、うん、で、いろいろお話をさせてもらったんですけど、うん、まあ、それにね、あの、影響されて、今度ね、キッズステーションクラブにもね、音楽学校、今度は違う音楽学校の、そういったね、はい、気持ちじゃなくて、あの、そう、国立音楽学校なんですけれども、うん、そのカザフスタンの音楽学校って、うん、音楽だけができればいいですよっていう教育方針じゃないんですよ、うん、もし音楽の道に乗れなかった、その本当にごくごく一部しかプロにはなれないわけですよね、うん、で、それになれなかった人たちが普通の生活に戻った時に何にでもなれるように、すごいですよ、そう、3音3つ取ったら退学とか、うん、でもその徹底した教育方針がやっぱり、あのね、人格を育ててんのかなと思います、ね、日本の芸能界の某なんとかの、ああ言わないでね、これねタレントとは違うよね、はい、うん、でも日本でもタレントさんがよく通う高校とかね、都内の方にはあるんですけれども、まあ、ここはいいじゃん、うん、でも芸能界でアイドルって言われる子たちが、うん、でも高校もまだまだ子供よ、うん、じゃあ芸能界もしかしたら引退したいと思った時にやりたいことができる自分でやりたいじゃないの、みんなよく知ってるよ、うん、日本のね、うん、そういう芸能の状況のことも知ってた、はい、あ、そうなのね、全然あえてそれちょっとね悔しいんでね、キッズセッションクラブからちょっと、あの、交換留学をね、うん、はい、で以前ね、うん、子供ち、あの、キッズセッションクラブの中で、うん、老人ホームに、うん、クリスマスコンサートに行った時にですね、うん、その映像をね、うん、向こうの方に見せた時に、うん、あ、日本でもこういうことやってるんだったら、うん、ぜひちょっと公開授業をしたいということで、うん、そういったお話もされてるぐらいこう教育熱心な国なんですけどね、あ、学校なんですけどね、うん、ぜひその映像をね一回ちょっと見てもらいたくて、うん、ご用意ができれば、うん、そのまま、うん、カザフスタンの映像を流したいんですが、皆さんカザフスタンという国はちょっとご存知でしょうかね。ロシアの近くにあるんですが、まあ本当に寒い時はマイナス40度、暑い時はマイナス40度から50度まで、かかる。暑い時、うん、寒い時はマイナス40度、暑い時はプラス40度から50度なんですね。もうこう温度差が激しいところなんですが、本当に人々はものすごく暖かくて、うん、はい、
映像からその様子が見れると思いますが、え、今日は見てないですよ、うん、音楽学校だから別にただ、うん、学もう室内です、うん、音楽校だよね興味さんの、うん、はい、セッションから始まるところ、セッションっていうの合奏みたいなのから始まるところ、うん、まずは入り口入るところからですよね、はい、うん、じゃあ音楽学校のね映像をねちょっと見せたいと思うので、先ほど私 URL を貼ったんですけども、音楽学校の映像も2部にわたってるのかな、カイナルのレッスンと、はい、全体と、うんうんうん、なので全部見てみてください、ホームページにアップしてますので、はい、ぜひぜひ本当に、はい、あ、こんなこと、こういうところがあるんだっていうのがね、うん、本当に分かりますんでね、うんうん、はい、はい、この音楽学校はもうね、いろんな、まあ、民族学科とその西洋学科があって、うん、やっぱりソ連ロシアのやっぱり、うん、なんていうかな、名残があって、うん、やっぱりすごいレベルが高い、一学年20人しか受からないっていう学校 で、うん、で国立で、まあその子供たちがねあっちこっちで、まあ、歓迎の音楽やってくれたんだ。うん、ここでちょっと タイムラインいいですか、エンジョイマイコミュージックさん、子ども地球サミットって素敵ですよね、本当に何かやりたいって子どもたちが思っていても導いてくれる場所や人がいないと迷子になってしまいますもんねっていうことで、そうなんです、子ども地球サミット、これをね導ける場所になればと思って、昨年の2008年から、まあ、言うと世界中の子どもたちが、うん、まあ、出会う場で友達になってもらうと、はい、エコって言ってもね、あの国によってはもうエコっていう概念がない国もある、うん、カザフスタンもそうですね、そうですね、リサイクルって言葉がないですね、言葉もないですね、使い切る、うんうん、使い切る、そう、はい、だからそうそう、エコっていうのもやっぱり国によって、うん、あの全然違うんで、はい、それをこっち側が石神井に言ってもやっぱり伝わらない、だから大切なのはやっぱり出会うことだよね、うん、で友達になってもらって互いの文化を知る、認めるっていうところかな、うんうん、じゃあ行きますか、はい、はい、じゃあ音楽学校、いや映像前にトレインムさんどうもようこそこんばんはそれではカザフスタンの音楽学校のその映像を見てもらいましょうかね、皆さんの、はい、みんなの映像が、映像で演奏がすごい、ね、西洋の音楽しか僕ら慣れてなかった、あんまり知らなかったじゃん、そういう意味では、はい、なんか DNA が なんていうかな震えるみたいな、だから同じアジア人としてもうね、うん、歌が綺麗、ちょっと、まあ、見てください、はい、それでは VTR スタート、アトルナという楽器です。アプリマコ。アプリマコ。
Thank you.
ありがとう。
おう久しぶり、久しぶり、久しぶりです。すごい、はい、これがなんと中学生から高校生の年代。あ、今のは、うん、そうですそうです、ね、学校は小学1年生から、はいはい、今もちょっとつぶやいてるんだけど、1クラス20名、うん、で大体4年生の時だから日本で言ったら10歳からぐらいの時に、うん、まずクラスで半分役がもう首、うん、でちなみに先のカイナルは、うん、もうよ同級生がだから4人しかいない、ねえ16歳でもう同級生が4人でもうね国立の音楽学校なんで、あとロシアとかイタリアイギリスとかの国立の楽団が、はい、もう例えばトランペットが今からいなくなるよとかオーボエが、うん、これからいなくなるよっていう情報がもう入ってくるのね。だからもう今ダウレットは声楽や、うん、5年生だけど声楽やりながら、うん、もう、サックスもやってる、うん、もしかしたらだからイギリスの国立、うん、あの楽団に入るとか。うーん、だ日本は国立の楽団がないもんね。うーん、 N 教ぐらいもんね。やっぱりそういう意味で、あの前も言ったけどちょうど僕らが行った翔ちゃんと行った日がエジプトのクーデターの日だったのね、うん、25日、うん、で次の日にもう小学校1年生からだからね、うん、みんな集めて授業するの、その何が起こってるかっていう、うん、日本の学校でまあマスコミの報道でさえなかったじゃん。で子供たちにそれを授業でするわけだよ。で音楽は、止めれるよとか人を救えるよとか、うそういうことをその誇りを教えるんだ。結局自分がただ楽しくて音楽を演奏するわけじゃなくて、そうあくまで人のため社会のためっていう、だからすごく誇りができるよね。1年生からだよそれ。だから今、まあ、それにすごくやっぱり感化されたっていうか、もう一回だから人に見せる、うん、人に聞かせる、人に見せるための演奏をするからこそ、うん、やっぱりこう知的でなければいけないとか、そういった意識がやっぱり生まれるんだと思うんですよね。そのキッズセッションクラブもね、そういった精神でね本当にこの教室運営していって、ね、今年はぜひともだから、まあ、そういう精神で やってるじゃんね、うん、だからそういう意味ではカザフのこの学校と、うん、交換しても恥ずかしくないと思うんですね、うん、私で。まず今年は、うん、まあ、まずレセプションパーティーで、まあ、来年の開催前の前夜祭を今計画してて、でマヤとか田島久美さん連れて行った時にマヤはちょっと残して一回ね、うん、それで泣かなければ交換留学、ね、でも確かにキッズセッションクラブに入ってきた子供たちって最初と今と全然違くなってくるから、うん、もう表現力もそうだし、うん、自分であの物おじしなくなったりとか、うん、あと自分の意見が言えるようになったりとか、うん、考えることになった、ね、考えるようになったりとか、うん、そういったことがねできるってことがすごい。そうそう、今日来てる人たちやっぱりみんな偉いよね。あの偉いっていうか意識が高いっていうか、うん、う本当に嬉しいよね。あの、うん、本当にね、みんなが誇りを持ってるっていう。で僕らも、まあ、ある某あのエコブルーもそうだけど、まあ、メーカーとか材とかにいたんだけど、やっぱり知らぬ間に西洋の音楽が当たり前のように入ってきてるじゃん。はい、でも俺たちはアジア人であるっていうところから、なんか DNA が知ってる音楽なんかあるよね。なんか本当涙出ちゃってたもん。これね、感動すると思う本当に。だってこの VTR で見てても感動するから、多分本当にその場で見たら、うん、副学長じゃないけど多分ボロボロだろうな。うん、次ね、副学長ね。あのね、西洋の音楽とその地元の民族が音楽がすっごく融合されてるのね。で今年の去年のキムドクス、はい、韓国の人間国キムドクスがさ、はい、今を語れ、前にも今を語れとか、うん、信州の音楽やってるかとか、うん、東京を目指すなとかさ、うん、いろんな話してくれたじゃん、うん、その意味がよく分かって、やっぱりねみんな民族楽器を誇りに思ってるのね。うん、で隣のクラスに西洋楽科があるじゃん。でいつでも意見交換してるし、もう休憩になるともうビッグバンドやったりとかさ、うん、ジャズやったりとかロックもやってるわけよ。うん、でだから日本の歌舞伎の狂言みたいに古典にならないっていうの、うん、
今をいつでも今を語ってるっていうかな。ね、オペラが、まあ、よく言うけどオペラが古典って言わないじゃんフランスで。もうまさしくうまいことやってるよなって、うまいことをちゃんと歴史をちゃんとうまいことやって、日本はやっぱりもしかしてこの戦争で負けたっていうところからあんのかなとかちょっと考えさされるよね。そうですね、何年も続いた時代が結局戦争によって全然違うその日本になってしまったっていうのがちょっとショックですね。で、ティーアセイさんがごめんなさい、あのロシア語で、ね、ツイートしてくれてるんですよ。あの読めないんだけど、前回あの、ね、カザフスタンに行ってきた、はい、この、ね、カザフスタンで出会った人たちが、はい、やっぱこの広報番組を見てくれたんだけど、そのツイートが、ね、どうしても日本語でわからないってことで、ヤセイちゃんと、はい、ティアスさんとシューカムさんがロシア語でやってくれた、ね、そうやってくれたの、ちゃんと DM 来てるからね、うん、嬉しい、ありがとうございます。今ねずっとこの番組終わったらちょっとの間ね、うん、今去年の第1幕第2幕をずっと延々と流してます、ずっと延々とリピートで流してるんだけれども、うん、海外の人たちが覗きに来た時に、うん、この安江さんのロシア語ねえちょっと嬉しい、あのね、うん、やっぱ意味があったよね。そうシューカムさんもね、本当にありがとうございます。挨拶ぐ大学ちょっとロシア語だとウェルカムな感じがするでしょうね。そう嬉しい、はい、じゃあ、はい、次は海外の個人レッスン、世界 共通、はい、その言語が英語じゃなくなるんですよね、うん、もうきっとね、もう全く違うのか、初めから違うのか、別に英語はなくならないと思います。全然そうじゃなくて、ロシア語が自分の身近に来たっていうことが私は嬉しくて、全然多分中国語先の中国語意味出すってあるじゃん、うん、あれにさ、インターナショナルとは何ぞやっていうのを見るとさ、なんかバカにしてるんだよね日本人を。要は英語をペラペラ喋ることみたいな、今どうか分かんないけど前書いてあったんだよ。それっておかしくない？インターナショナルとは何ぞやって言ったらさ、日本語をどの国行っても堂々と喋ることだろ。英語をペラペラ喋れるようになることがインターナショナルではないよな。ちょっとアメリカ寄りな感じ。母国語を誇りに思ってきっちり喋ることだよな。ただ通用しないけど、でも相手のこと、相手の国の言葉を知って日本語を日本語で喋るっていうのはすごくいいことだと思うんです私は。そうだね、うん、で次は、はい、まあ、おととしかな、うん、おととしですね、サミットに来てくれたダウレットと、ダウレット、はい、でダウレットはもう、イタリアの、クラシックのコンテストで高校生までいる確か、はい、コンテストで5年生で、はい、性格で優勝した。すごい、すごい天使の歌声っていうの。でも彼はサックスもやってる今。すごい。であとはカイナルが、はい、この学校っていうのは生徒が400人いるんだけど、はい、先生が300人いるのね。もうほとんどマンツーマンなの。で教室でまだやりたいって言うじゃん、そしたら延々とやってくれるの6時間ぐらい。で大きな部屋で、でそのカイナルの先生とカイナルの稽古の様子も今回特別に見学させできて、でカイナルの先生がさ、女のちょっと妖艶な先生なんだけど、眉毛がないかちょっと怖かったんだけど、この先生がいきなりさ、ドンブラだけ弾く予定だったのに急に歌を即興で 歌ってくれたの。でそれはなんかもう歌いたくなったって言って、遠い遠い日本からようこそ来てくれましたみたいなのを、演奏だけの予定が急に即興で歌を歌ったわけ。なんかああいう歌があるわけじゃない、ね、違う違う違う、もうで、で副学長の、先生も涙流しちゃったみたい。へえ、即興音楽だったんだ。そう、それで私もそれやってみたい。で日本何か弾きながら英会議でやってるんですよ。何かいいことないかな。はい、はい、それでは、その今ね、あの 第2幕のその音楽学校のね様子をね、ちょっと第2幕カザフスタンの国立音楽学校の様子をね、はい、第2幕、はい、第2幕、はい、はい、行ってみたいと思います。それでは VTR スタート。ピオラとかヨーロッパのピオラとかいろいろで楽器全部あります。
今ね、この西洋、今日西洋楽器を聴くという予定なかったけど、この子供たちがね、このイギリス先生たちがイギリスに行ってきて、その状況をね、公開講座で教えてくれた。おお久しぶり。してる？うん。すごい。はい、いいことですね。サミットに。歌も上手ですよ。すごい。こういうマネージ。Thank you.
parte sola. Nun pensiero me consola, ca tu pienses solamente a me. Ah, più belle fatte belle, nun è mai più belle te. Ai vita mia, ai cuore, e che ste cuore, si è stato la prima amore, la prima lor dimostrerà. こちらで食事を取ります。はい、こちらで食事を取ります。カイナルです。一緒にカイナルだしと食事です。これ近いです。何もいらないかな、取れるようになる。全部考えて、すごい、そこでやりくりしていかないと。すごいわ。じゃあ何か作ることができる。これも全部作れます。打ち込みで。いや、よかったですよ。もう最高ですよ。もう今日のビスも全部作れます。すごいこれ。スーツでまたいいです。これは足の穴。今度は。はい。はい。いやー、すごかった。やっぱりね、私ね、今ね、ツイートしたんですけどもね、うんうん、この報告、カザフスタンに行ったこの国立音楽学校で、いろいろ聞いてきた話とか見てきたものを演出家の伊藤さんから報告を聞いて、すごくね、日本の教育のあり方についてね、まあ、もともと教育のあり方については思ったところがあったからこそ、子ども地球サミットってイベントを立ち上げているんだけれども、すごく考えさせられましたね。今回このね、その話を聞いて、もうやっぱりね、自分も行って体験してきたかのようなこの話だったんですけど、はい、映像を見ながらこの子どもたちの表情とか、うん、子どもたちがのびのびやってる姿とか、うん、こういうの見るとね、やっぱり影響されますよね。そうですね。あのキッズステーションクラブって先ほど少しだけご紹介させていただいたんですけれども、うん、あの子ども地球サミットで1年目あった後に実は立ち上がった教室なんですけれども、あの1年に1回だけ確かにこう2泊3日で泊まってもらって、その中で学べること、出会える環境とかたくさん本当にあることはあるんですね。詰まってはいるんですけれども、それを年間通して子どもたちとこう一緒に考えていける機会ってないのかなって思って立ち上げたのが実はこのキッズステーションクラブだったんですよね。はい、でそれがまた3月の27日に向けてのスプリングリサイタルに向けて今進んでいるんですけれども、そうだね、田島邦さんが言ってたじゃん、うん、結局その例えば宝塚に受ける、うん、宝塚音楽学校を受ける子たち、邦さんも昔審査員とかやっててさ、はい、いろんなお金もすごいじゃん、都会のダンス教室に行ったり、うん、バレエ教室に行って、うん、単身赴任で、うん、お母さんと子供だけが、まあ俺たちの知ってるな、あるスタジオなんかにも、うん、行くわけじゃん。でも、うん、じゃあこの田舎でさ、うん、やってて直接宝塚に入れないのかっていう疑問があるわけだよね。直接受けなさいっていうね。でも久美さんはもう一言、うん、直接来なさい、はい、でそれをちゃんと、うん、何をすればいいかとかね、はい、いうことを教えてくれて、それってすごく勇気あるよ。勇気っていうか子供たちに夢があるじゃん、うん、だって俺たちもそうじゃん、田舎からやっぱりなんか都会に憧れたし都会に行かなきゃいけない、だからなんかそうじゃないと夢って実現できないって、うん、なんかそんなイメージがあったもん。そうね、でもやっぱりね、こうやって子ども地球サミットもそうだけど、うん、こんな田舎から直接海外とネットワークができることとか、うん、やっぱり久美さんが直接こうやって指導して子どもたちに直接宝塚来たければ受けなさいみたいなこともすごく大切なことだと思うんだよね。そうね、でも今私ね、その宝塚も確かにすごく素敵、うん、で田島さんと出会って、ああ素敵なとこだなとは思ったんだけども、うんうんうん、でもねキッズステーションクラブ、私それ以上に素敵だと思ってるんですよ、うん、本当にそう、今の私ね、この今のカザフスタンの国立音楽学校と KSC の精神で、あ、一致してる部分があったなと思って、ね、びっくりしちゃったんですけども、あ、間違えてなかったなって思うところがあったんですよね。そうだね、なんかね、うん、今度も、まあ、佐藤さんもさっきすごくいいこと言ったけど、先生がみんな一生懸命、はい、白鳥ちゃんもそうだし、はい、で今度
今度のリサイタルも一人一曲生演奏のためだけに、うん、エコブルームのメンバーが、うん、子供たちには絶対そのなんていうかな感覚は生の音とか、うん、その大人が一生懸命ちゃんとやってくれたっていうことも含めて、うん、体で覚えると思うんだよね、うん、そういうことって本当素敵だよね。タイムラインの皆さんもねやっぱりこのカザフスタンの曲を聴いてすごい感動してこうみんなツイートしてくださってるんですけどね、やっぱり向こうの音楽っていうの日本の音楽日本で聴くとロックとかねジャズとかそういったものなんですけど、やっぱりこういう曲を聴くのがねあんまりそうめったにない。でもすごく感動してくれるっていうのはやっぱり音楽は国境を越えるなと本当に思いますね。今金松君が宝塚の予備校みたいなところに行かないとっていう、うん、まあ実際にあの何だった学校に行こうとかの番組でもよく取り上げられてたんだけど、はい、まあここだけの話やっぱり本当はそうではないんだよね。そうですね。で今あの宝塚にはあの秋子先日かな俺森さんと一緒に、はい、去年かな、うん、愛子神田先生っていう、宝塚の最高顧問っていうダンサーダンスの先生がいるんだけど、はい、次に 一度だけ現役を教えに行く。日本にジャズダンスの文化を持ち込んだモダンダンスですね、うん、ごめんなさい過言ではないですね。そうっていうか、はい、その彼女がいなければ宝塚 あのダンスっていうああいう西洋のダンスっていうのはなかったわけで、うん、その愛子神田先生の、まあ、舞台の演出とか演歌ってやらせてやさせてもらったことがあるんだけど、それが縁で今すごく付き合ってるんだけど、やっぱり、うん、あのよく言う、いや、あきこ先生、この間久美さんが、あきこ先生がもうね、うん、ものすごい喜んでて、あの毎年そんな招待状を届くなんてこと、うん、まずありえないって言ってた。うん、毎年伊藤さん宛てに招待状が届くんですけれども、それだけその能舞台 の演出が気に入ってくださったみたいです。あの能舞台で実はあきこ先生やらせていただいて、数時間考えられないね。っていうかね、やっぱりその時も能、はい、っていう舞台に関して日本人が、うん、例えば敷居を思いっきり上げたり、うん、特に能、足袋は履かなきゃいけない、うん、例えば従業員でさえ触ってはいけないとか、うん、で俺歴史を調べたらそんなことないわけだよね。やっぱり大道芸で、うん、いつも庶民のとこ横にあって、うん、でやっぱり生活にいつも密着してたんだよね、うん、それが知らぬ間に何国が守ったり守るものになって国宝になって、うん、で知らぬ間に古典になって、うん、そういう意味で愛子本田先生のやつを能舞台で、まあ、賛否両論あったけどね、でも全然問題ないと思う俺は。やっぱり舞台だから、うん、やっぱりそこになんていうかな日常ね、そうですね、うん、あるんじゃないかな、うん、こういうね、なので今私たちがやってることって子どもたちに民族音楽も聴かせる、うん、で、何老人ホームで慰問訪問したりとか、うん、そういった機会も体験して、でこの間のカザフスタンの救援物資の第一線でみんなで一緒に関わってもらって、うん、でそういうことを学びながら、現代の音楽にももちろん触れて、そうそう楽器にも触って、本当にね今ねいろいろ子どもたち自身が自分たちで将来を選択できるだけのものをこう広げてあげてるんじゃないかなって思ってた、ね、私ね思うんだけど本当にこ そういろんな、例えばダンスならダンス教室、音楽なら音楽教室っていうのがあるんだけど、うん、それはね全然否定するわけじゃなくて、うん、それを突き詰めるのはすごくいいことだと思う、うん、でもそれ以外に自分たちに興味のあることをやらせてあげるっていうのは、うん、一番それが一番いいんじゃないかなと思って、はい、キッズセッションクラブってそれをやらせてあげてるじゃないですか、うん、こう、まあ、考えさすっていうか、自分で選択させて、だからダンスも自分で考える、うん、演劇も自分で考える、うん、すごく大切なことだよね、うん、でそれを先生たちもそれをうまいこと引き出してあげて、うん、うん、すごい大切。じゃあさんさんさんもう、うん、あのあれじゃあ久美さんのコンサートのちょっとあのね DM でいろんな人から、はい、春からやるんですかっていう問い合わせ、うんうん、はいはい、田島久美&エコブルーム、はい、子ども地球サミットのタイアップ企画として、実は今年の秋を目指して、まあ、長いこと制作期間を設けながら丁寧に作り上げてるんですけども、田島久美ともともと春って言ってたから、はい、みんなが春だと思ってるんで実は秋になったってことを説明してあげた方がいいかな。
あ、私春って言ってないよ。いやいや、もう春ってみんな春から、いや、もともと久美さんも春で今計画を立てて、この間番組では言ってない。喋ってたから。本当？喋ってますよ、アーカイブ残ってますよ。本当？だからみんな俺のところに問い合わせ来たから。あ、そうなんだ、ごめんなさい。私はね、じゃあ全然もともと春だと思ってなかったんですよ。田島久美庵でコブルームコンサートを明日はきっとやってくるっていうコンサートをですね、今田島久美さんと元宝塚劇団の田島久美さんと子供支給サミットのオフィシャルバンドのエコブルーム、はい、これはアコースティックで、こうテーブルを置きながらお酒をみんなでいただきながら、久美さんとこう会話とかこう顔を見合わせてこう多分笑いながら、はい、なかなかないですよね、そういうのってね。なんだっけ、ほらテーマコンセプト、久美さんの家に遊びに来た、ゲストハウスに遊びに来るような感じ。そうそう、だから臨場感っていう言葉があるじゃん、はい、それを隣の情を感じるっていう臨場感。ちょっとツイートしましょうか、臨場感、隣の情、はい、場所じゃない、シリーズ T 変化間違えてますよって言われないように。臨場感から俺がやったことはない。それすごいちょっと恥ずかしいですよね、これ。なんかリアルじゃない、ねえ、こうシリーズ T ならありそうみたいな、これでしょ。そう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 、あ、でもこれ臨場感の字が間違えてますよって突っ込んで。え、違うの、これですよ、ちょっと皆さん、これですよ、うん、はい、でその先ほどね、その田島組のとエコブルームのコンサートが、うん、まあ一部多分ね、エコブルームのメンバーとね、伊藤さんが突っ走ってたんじゃないかしらね。 あとグミさんと早くやりたいって言ってあげようって、まさしくだよね。あ、そうね、童謡唱歌、すごい、はい、久美さんが歌う童謡唱歌ね、すっごいね、ここ心にしみるっていうのを一度聞いてください。本当に OKOK、今とりあえずスケジュールがそうそうそう、春から 秋、それはどういう理由かっていうと、はい、子ども地球サミットがまず夏にあります、はい、でその後秋にカザフで来年の前夜祭があって、はい、まあ目白押し、はい、だから制作期間的なものも含めて、うんうん、田島久美さんとエコブルーム、うん、長いことちょっとこの子ども地球サミットの、はい、時間の中で、うん、まあ、今はやちゃんが編曲を担当してるんだけど、ギタリストが、うん、月に2回のギターレッスンの時に、まあ、煮詰めて持ってきて、うん、で演出家と俺と打ち合わせしながら、はい、丁寧に仕上げていきましょうと、はい、いうことで一応10月をめどにやろうかと、はい、はい、まあそういうことになっております。でまやちゃんも一応、はい、まあ、時間帯にもよるけれども基本的には、中座中座の席で出したいなと思ってる、はい、うん、あ、久美さんはねぜひぜひって言ってた、はい、うん、まあ、久美さんがぜひぜひ言ってるからちょっと期待してるよ、頑張ってよ。あ、はい、あの清水 B が言ってたさくらさんだ。あ、さくらさん来てくれましたね、どうもこんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。ボーダレスとプレシャスワンダウンロードありがとうございます。い、嬉しいです。じゃあ今までカザフスタンの紹介をしてました。はい、はい、はい、じゃあ今日は、はい、今日はちょっと延長しちゃいましたね。はい、で実はですね、今日から、はい、協賛金個人協賛の、はい、ページをこうオープンに、前からオープンにしてましたけどね。あ、まだオープンは申し込みだけで、はい、まだオープンしてないよ。はい、清水ピーが先走ってます。申し込みしてました。できるのはしてるけど、はい、名前の表記とか今日からどんどん入ってきてるんだよね、みんな。入ってきてます。はい。今一瞬あれって顔合わせて。どこにあるの？はい、失礼しました。はい、確かに依頼は来てました、はい。早くオープンさせてくれと。いや、それはね、原稿は私はね、はい、まだこう文句を、はい、すいません。あ、で一応私これまで依存で一番最初に試験的に始めた時に、いただいた方も今後のチラシや、はい、そういったし何ですかね、資料なんかにもお名前載せさせていただくんですけども、これから集めていくその、うん、一口5000円ね、一口5000円、はい、5000円の業さんも同じように、はい、個人業さんのお名前、はい、掲載させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらですね、はい、海外から来る子どもたちの渡航費になったりとか、はい、あとは、そのね、はい、主には子どもたち の、 その運営面の、費用になっていきます、はい、ゆくゆくは例えば交換留学のとか ね、 ね、いろいろな用途、本当にいくらあっても足りません、はいはい、皆さんのご協力を本当にお待ちしております。はい、里江さん、そうですね、
そうですね、あ、はい、ビジョンコンセプトテーマがしっかりしているコンサートは価値の高いものですね、はい、とニュー大阪ホテルからスタートです。はい、はい、うん、はい、あ、シューカムさんが踊ろう桜ママはここへ、いやびっくりや、あ、桜ママ大人気ですね、はい、ではどういったご縁だったんですかってあの私が、はい、あのトレインムさんのところに遊びに行って、はいはい、でそしたら桜ママさんがこういろいろツイートされていて、はい、でこんばんはがこんにちはって入ったら、そしたらあ知ってますよって言ってくださって、ぜひぜひちょっと一回来てくださいよって言って、はい、そしたらトレインムさんがすかさず知ってますよ桜ママって、あそうなんです失礼しましたということで、慶三さんが立ち寄って、そうです、向井さんが行って、はい、慶三さんが教えてくださって、慶三さんに紹介されました、はい、で冒頭に戻るんですよ、あのアイコンが目立つからねって結局アイコンで始まりアイコンで終わる、アイコンで終わるということで、じゃあ、はいはい、ケース地球マークのフォローよろしくお願いします。それでは今日もね、だいぶちょっと延長させてもらいましたが、はい、明日もお仕事でしょうし皆さん、はい、頑張ってください、はい、じゃあ今日ね、願掛けのそのエマも ありましたし、はい、こうちゃんと皆さん夢に向かっていけるように、あとはねテーマ曲まだ買ってない方、そうですよ。この子供地球サミットのテーマ曲、はい、ボーダレスと、この下の、番組の画面の下のおすすめの商品なに、はい、掲載させてもらってますので、はい、iTunes の方からダウンロードできます。はい、ぜひぜひ、はい、着歌もできます。携帯もできます。で、レビューにコメントを書いてください。まやちゃんがね、とても喜んでるんですよ。最近身近にね、こう、携帯が、その、着歌が鳴ったりする。なんていうの、着歌。着歌、そう、え、なんていうのこれ、着歌。着歌、着歌、うん、はい、着歌がなるよ、そうなるよね、うん、あの知り合いの中でねなってるよね着歌が、あ、至る所でねこのボーダーレスピーポーとかなるんですけどね、はい、はい、じゃあ、ね、次回の放送は土曜日のプレシャスワン、はい、19時からお届けしておりますので、はい、子供たちが元気いっぱいにお届けします、はい、それでは、また土曜日にお会いしましょう、はい、まやねー、まやねー。